南野拓実さん、リバプールでワースト選手として選ばれてしまう。2020年1月から昨季まで在籍したイングランドプレミアリーグの名門リバプールでのこと。英紙デイリーエクスプレスは、ユルゲン・クロップ監督就任の7年半を振り返り、多くのスター選手の中で埋もれてしまったワースト10の獲得選手を選んだ。その中に南野が入ってしまったのだ。滝、なんでや。滝は大丈夫じゃなかったのかよ。むしろ割とようやってなかった。いた頃カップ戦では活躍してたし、リーグは優勝してるから入る意味わからんけどな。割と活躍したやろ、何もしてないやつ他におるわ。カラバオを打ってリバプール時代は評価されてたからモナコ行けたんじゃないんか。鬼は外滝、そこまで期待されてた選手でもないやろ。あのリバポの記憶に残る選手になれたんやね。カップ戦でも家具相手とターンオーバー組にしか活躍してないのに大きく売れたし、リバポとしては万々歳や。モナコでもワースト10か。滝いなかったらカップ戦何個か落としてるだろ。売れた価格とカップ戦優勝賞金でむしろプラスだろ。リバポの滝は言うほどクソやなかったやろ。モナコの滝はもう終わりやけど、約12億円で買う、約21億円で売る、ベンチとカップ戦要員としてはそれなりに活躍、何が不満なんや。